宇宙の果てには何があるのか。無限という概念の真の意味を探求するとき、自身の存在について考えずにはいられません。深い夜空を眺めると、自分という存在がこの壮大な宇宙における微粒子のようであること、人生が宇宙の歴史の中でほんの一瞬であることに気づきます。この壮大な宇宙のスケールに感銘を受けつつ、自分の存在の小ささについて考えるとき、我々は無力感を感じることもあります。宇宙はどれほどの広がりを持つのでしょうか。その果てに何が存在するのでしょうか。それとも宇宙は実際に無限を誇るのでしょうか。これらの問いを探求する旅を通じて、宇宙の神秘と不思議さを体験し、自分自身について新しい視点を得ることができます。人類の宇宙に対する理解は古代から現代にかけて絶えず進化してきました。数千年前の古代の賢者たちが、宇宙は空間的にも時間的にも無限であるという深遠な概念で宇宙の姿を理解しようとしていたことに驚くかもしれません。宇宙という単語自体も空間的にも時間的にも限界がないという意味を含む古代の言葉に由来しています。宇宙が空間的にも時間的にも無限であると初めて聞かされても、多くの人は無限という概念を受け入れるのに難しさを感じるかもしれません。しかし宇宙が無限であるという考え方は非常に便利な説明となることもあります。例えば、もし宇宙に空間的な限界があるなら、その限界の外には何が存在するのでしょうか。もし宇宙に時間的な開始点があったとすれば、その開始点より前には何が存在したのでしょうか。これらの問いに対して古代の賢者たちも論理的な答えを見つけることができませんでした。観測技術が進化した現代になって、私たちの理解は変わり始めました。全ての天体が地球から遠ざかっているという観察結果をきっかけに、他の様々な現象が発見され、宇宙が時間的に始まりを持つことが示唆されました。これらの研究から、宇宙が始まったのは約138億年前という推定がなされました。これは未来に向かっての無限性はまだ確認できないものの、少なくとも過去においては開始点が存在していたことを示しています。科学がこのような認識をすると、我々は宇宙の始まり以前に何が存在したのかという問いに立ち向かわなければなりません。まだ確定的な答えはありませんが、一つの考え方として、宇宙を一つのコンピューターゲームと仮定するという説明があります。この考え方では、ゲームが起動するとそのゲームの世界の時間が始まり、その前にはゲーム世界自体もその時間も存在しません。そしてそのゲームを起動する、さらに大きな世界が何らかの形で存在すると考えます。このように考えると、時間が存在しない世界を理解するのが容易になります。ただし、この宇宙が実際にコンピューターゲームやシミュレーションのようなものであるかどうかは、まだ論理的にも実証的にも確認されていません。時間的に無限ではない可能性がある宇宙は、同様に空間的にも無限ではなく、宇宙には空間的な限界が存在するという考え方も成り立つでしょう。物理学者たちはこの問いに答えを見つけようと研究を続けています。厳密に言えば、宇宙が果てを持つかどうかは空間的に無限であるかどうかとは関係ありません。地球が良い例で、地球の表面積は有限ですが、地球の表面を移動しても終わりがありません。アインシュタインは1917年に、地球と同様に宇宙も有限な空間であるが果てがないという仮説を提唱しました。しかし21世紀に入ると、
観測技術が飛躍的に進歩し、アインシュタインの仮説を検証することが可能になりました。結果としてその仮説は否定されたのです。これが大きな話題となり、アインシュタインの予想が間違っていたことが大きなニュースとなりました。それでも彼の提唱した理論は現在の物理学の中で基本的な役割を果たしており、その重要性は変わりません。それによって科学者たちは宇宙が時間的にも空間的にも無限であることが可能性として高まったと考えています。ただし確証はまだ得られていません。新たな発見や理論が出現すれば、今後の見解はまた変わるかもしれません。それが科学の進歩です。結論として、現段階では宇宙の果てや無限という概念について確定的な答えを出すことはできません。その真実はまだ遠い未来に待たれています。しかし私たちが小さな存在であること、この無限大の宇宙の中で生きる存在であることは間違いありません。そしてその宇宙とともに私たちは存在し、学び、進化し続けます。人間がこれほどまでに宇宙の謎を解き明かそうとする理由は、宇宙そのものが私たちにとっての鏡であり、自己認識の一部であるからです。その宇宙の中に存在する私たち自身がどれほど微小な存在であっても、私たちの探求心や知識は無限大に広がりうるのです。21世紀の到来とともに、我々人類は衛星を宇宙に打ち上げる技術を手に入れ、ある仮説の実証を初めて可能にしました。科学者たちは高度で精密なジャイロスコープを装備した人工衛星を宇宙に送り込み、地球の近辺の宇宙空間が曲がっているか否かを調査しました。その結果、ジャイロスコープが地球を一周した後、微細な方向変化が確認されました。この変化が3次元空間が回転する際に理論上生じる値と高い一致を見せたことから、アインシュタインの予測通り3次元空間が曲がることが可能であると実証されました。しかしながら、これによって証明されたのは、3次元空間は曲がることが可能、地球近辺の3次元空間が曲がっているという2つの事実のみで、宇宙全体が曲がっているという仮説までは未だに証明できていません。地球を例にとれば、地球の表面はフラットな海面部分と突出した山などが共存しています。つまり海面だけを見て地球全部がフラットだと決めつけることはできません。そこで次に求められるステップは、宇宙が全体的に曲がった空間であるのか、それともフラットな空間であるのかを特定することです。もし宇宙空間がフラットであるとすれば、宇宙の曲率がゼロであり、それは宇宙が空間的に無限であることを意味します。一方、もし宇宙の曲率がゼロより小さいとすれば、宇宙空間は4次元の馬のクラ形状となり、この場合でも宇宙は空間的に無限となります。そしてもし宇宙の曲率がゼロより大きいとすれば、宇宙空間は4次元の球体となり、この場合宇宙は地球と同じように閉じた空間となります。しかしこの閉じた空間には果ては存在せず、空間的には有限です。では宇宙空間の曲率をどのように測定するのでしょうか。最も直接的な方法は、地球から遠く離れた天体や銀河を観測することです。もし宇宙の曲率がゼロより大きく、つまり宇宙が閉じた球体であるならば、光はこの球体を進行するため出発点に戻ってくるはずです。この場合、地球上から見て遠くの天体が大きく明るく見える現象が起こるはずです。しかし現実の観測ではこのような現象は確認されていませんので、宇宙が閉じた球体であるという可能性は除外できます。次に、もし宇宙の曲率がゼロより小さい場合、遠くの天体は実際よりも小さく見える現象が起こるはずです。距離が離れるほど天体は本来よりも大幅に小さく見え、我々が観測可能な宇宙の範囲は数百光年ほどに狭まるという
計算結果も出ています。しかし、現実には300億光年も離れた銀河が観測されているため、宇宙空間の曲率がゼロより小さい可能性も排除できます。以上のことから、宇宙の曲率がゼロ、すなわち宇宙空間がフラットであるという可能性が最も高いと結論付けられました。これは宇宙マイクロ波背景放射の観測結果や相対性理論を用いた計算結果を元にした科学者たちの結論です。しかしこれはあくまで観測可能な宇宙の範囲について得られた結論であり、私たちが観測できない部分の宇宙がフラットであるかは未だに解明されていません。しかし理論的には宇宙のあらゆる部分がほとんど同じ空間構造を持つと予想されています。そのため観測可能な宇宙がフラットであるならば、全体としての宇宙もフラットである可能性が高いと推測されます。これはつまり宇宙が空間的に無限大である可能性が高いということを意味します。この場合、我々が存在する観測可能な宇宙の範囲は直径約930億光年の球体となります。宇宙の壮大さと深遠さは驚きに満ちています。その最も驚くべきことの一つが、パラレルワールドの存在とタイムトラベルの可能性です。これらの概念を一つずつ掘り下げていきましょう。パラレルワールド、または平行宇宙の概念について始めてみましょう。すべての物体や現象は複数の基本粒子が組み合わさることで生まれます。これらの粒子が様々に組み合わさることで、私たちが観測できる物質や現象が存在します。しかしこの粒子の組み合わせは、その数が多くても有限である一方、我々が住む宇宙そのものは無限に広がっています。つまりあらゆる可能性が現実となりうるということです。例えば我々が生活しているこの地球と全く同じ地球が宇宙のどこかに存在する可能性があります。またあなたと全く同じあなたが宇宙のどこかに存在するということもです。理論的には同じ存在が10の10の122乗メートル離れた場所に1回現れるとされています。しかしながら、そのような距離は人間の理解を超え、通常の移動手段では接触することは不可能です。それは宇宙が絶えず膨張し続け、それに伴い空間が膨張する速度が増すためです。その結果、パラレルワールドと我々が生活する世界はお互いに影響を及ぼすことなく、それぞれ異なる歴史を紡ぎ出します。次にタイムトラベルについて考えてみましょう。これは時間を遡ったり進んだりするタイムトラベルとは異なり、空間的な移動を通じて異なる時空に移動するタイムトラベルを意味します。ワームホールという概念が実現されれば、どれだけ離れた場所にでも一瞬で移動することが可能となります。しかし過去に戻って過ちを訂正したり歴史を変更したりすることはできません。これはタイムトラベルによって変更されたのが別の世界の出来事であり、我々が住む世界は変わらないからです。これらの知識をもって再度夜空を見上げると、宇宙という無限の空間に生きる我々の存在が一層小さく感じられるかもしれません。しかしそれは同時に我々が持つ可能性も無限であることを示しています。例えば苦境を乗り越えたあなたや成功を収めたあなたも宇宙のどこかには存在しています。もし何かに挫折した時や落ち込んだ時は、宇宙の広大さを思い描き、そこに存在する無数のあなたの姿を思い浮かべてみてください。それはあなたに力を与え、自身の可能性を引き出すきっかけとなるでしょう。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。